問来てた。持ってたらレアな6法ってありますか。結論ある。その司法試験予備試験用法文という名の6法。司法試験で法科大学院を卒業して受験するのが普通でも、勉強に自信がある猛者は司法試験の予備試験という試験を受けて法科大学院をショートカットすることが多い。その予備試験の論文試験会場限定で配られるのがこの6法。この6法を持ってるってことは予備試験の足切りを突破した証。一部の成績優秀者しか持ってないから、これを持って図書館に行けば。いや見て、あの6法を持ってるってことはあの人成績優秀なんだわみたいに周りから称賛されてるような妄想にふけることができるし、隣の席に他の司法試験受験生が座っても、あ、彼が使ってる6法ポケット6法か、それに比べて俺の6法はこれ買ったみたいに心の中でマウンティングをして、一人優越感に浸ることができる。図書館で切りたいなら司法試験予備試験の担当試験に合格して、このレアな6法をゲットするしかない。ちなみにこの現物は買ってきた。あと法律事務所、質問来てた。六法全書をマスターしたら女性からモテますか。結論、モテる。こんな風に。やめてくださいチーフ。レアないか、アヤ君は頼まなからだしてるしな。チーフ、それ法律違反ですよ。は、法律違反って何法の何条に違反するの。それはあの日僕はアヤちゃんを助けてあげられなかった。もし僕が六法全書をマスターしていれば、その日から僕の猛勉強が始まった。やめてください。ええやないか。チーフ、職場での性的な言動はセクハラ、男女雇用機会均等法の11条で決まってます。なんやお前。それにあの日からもう1年、嫌がる女性につきまとう行為はストーカー規制法の3条に違反します。お前覚えとけよ。ノリさん、助けてくれてありがとう。私と結婚してください。君も法律に強くなりたかったら今すぐチャンネル登録だ。岡野武史弁護士。どうしたん、のりちゃん、そんな怖い顔しろ。午前書見て、もしかしてうんちでも我慢してんの。そうなんですよ、ここ3ヶ月うんちしてなくて。で、違いますよ、僕も六法全書丸暗記して弁護士になろうと思ってるんですよ。え、丸暗記して。いやいやいや、本物の弁護士は六法全書とか誰一人丸暗記とかしてないから。え、そうなんですか。だって弁護士になるための司法試験って、論文試験会場で受験者全員に六法全書が配られて、その六法全書見ながら回答書くことできるんやから、試験中に六法を開いて確認できるのに六法全書丸暗記する意味がないやん。そういう風になってるんですか。じゃあ問題出しますね。殺人罪は刑法199条正解。窃盗罪は235条正解。そしたら平安京ができたのは794条。あ、あと法律事務所。リクエスト来てた。六法全書のガチャ回しに行ってください。結論、今から行ってくるわ。到着。これあった。ここに100円玉1万円分用意したから、これでトライするわ。実はこの豆六法、本物と同じ内容がむちゃくちゃ小さな文字で全部書かれてる。みんなも六法のガチャガチャ見つけたらやってみて。あと分の無料。おう、そうだ。うん、武井さ ん、 ん、その豆六法、本物の六法と同じ内容書かれてるらしいんですよ。確認してみてください。ちょっと一個ずつ全部確認してみるわ。おお、なるほどなるほどなるほど。あ、すごいですか、やっぱり。おおお、ああ、そういうことか。おーおーおお、なるほどなるほど。おー、なるほど。わかったわかったわかった。なんか気づきましたか。おお、俺これ老眼で何もなんか見えてないわ。この時間何だったんですか。あと分の無料。おお、そうだ。うん。